ちは。今日担当させていただく維持のリコです。よろしくお願いします。それではテストを始める前にいくつか質問をさせてくださいね。テストの前に少しでもよく患者様のことを知っておきたいので、はい。ではまずはじめに、最近何か体の面で気になることはないですか？前回から変わりはありませんか？了解です。何か最近目が見にくいとかそういったことはありませんか？はい、 OK です。そしたら特に今気になることとか、ご自身で感じる症状とかは何もないということで。はい、そしたらまずはじめに目の奥をよく見たいので、私の後ろにある光をぼーっと眺めていてください、はい、次にあるものでお顔を触っていきますね。目を閉じていただいて、どんな感じがするか、触っているものがどんなものなのか、ちょっと想像して教えてください。いいですか？はい、そしたら目を閉じてください。じゃあ最初のものいきますね。次いきますね。目を閉じてくださいね。はい。これはどうですか？なんか感じますか？ね、正解です。はい、では次いきますね。対象に触っているんですけれども、
左右同じように感じますか？はい、OK です。はい、それでは今から片目を覆いますね。そして私の指が何本見えるか教えてくださいね。はい、では行きます。3本 OK です。じゃあ次行きますね。2本 OK です。4本 OK です。次はどうですか？5本 OK です。じゃあこれはどうですか？2本。2本 OK です。じゃあこれはどうですか？1本 OK です。じゃあこれはどうでしょうか？5本 OK ですね。次に聴覚のテストをしていきますね。これから小さな声で耳元で何か囁くので、私が何と囁いたか教えてください。はい、じゃあ行きますね。ピンク OK ですね。じゃあ最後いきますね。そしたらこちらのイヤホンをつけさせてくださいね。はい、はい、そしたらこれからイヤホンから小さな音が聞こえるので、音が聞こえて
ってる間、手を挙げてください。いいですか？はい、スタートします。です。外しますね。はい。聴覚も問題ありませんね。はい、そしたら次に怒りを目の中に光を当てていきますね。ちょっと瞳の動き方を確認したいので。はい。ぼーっと遠くを眺めていてください。いいですか？はい、じゃあいきます。光をじゃあ当ててる間、私の指を目で折ってみてください。はい、OK です。このような検査を受けるのは初めてですか？緊張しないでくださいね。で、検査の間はリラックスできるように私の方もちゃんと気をつけますので、はい、何かちょっと辛いただですね、次に顔の筋肉の検査をしていきますね。あるもので、これからお顔の筋肉の一部を押さえていくので、そしてその後私の指示に従ってみてください。はい。はい。そしたら、これで押さえていきますね。痛くないので大丈夫ですよ。はい。じゃあ今ここぎゅっと押さえていますが、ここの筋肉を動かしてみてください。はい、OK です。じゃあ次に、はい、じゃあ次ここはどうですか？
ているとこ筋肉動きますか？はい、OK です。じゃあ次。はい、ここはどうですか？この筋肉動かせますか？はい、OK ですね。じゃあ次は、ここはどうですか？筋肉動きますか？はい。じゃあここはどうでしょうか？動きますか？はい、いいですね。はい、じゃあここはどうですか？動きますか？動かしにくいですね、ここ。はい。よくできました。じゃあ、あと最後もう一回いきますね。はい。ここ。動かしてみてください。はい。OK ですね。次はこのライトを使います。目の前でいろんな方向にこのようにゆっくり動かしますので、ただこの光を目で追ってください。いいですか？はい、じゃあ始めていきますね。はい、そうです。ね、はい、OK です。そしたら次に光の色を変えてみますね。はい、いきます。はい、 OK ですね。何色に見えますか、これは。黄色っぽい色です。はい、OK ですね。OK です。はい。OK です。はい、そしたら次に収穫のテストを行っていきますね。これから何か匂いのするものをお鼻に近づけますので、それが何の匂いか当ててみてください。よく知っている匂いだと思います。はい。じゃあまず、はじめの香りいきますね。
の匂いがしますか？うん、ミントの香りですね。そうですね。 OK です。次はどうでしょうか。ぶどうの香り。OK です。はい。じゃあもう一ついきますね。していきますね。何かしこりとか怪しいものが